こんばんは。みんなこんばんは。そして久しぶりです。めっちゃ久しぶり。すごい、花火大ね、花火大会行きたいと思ってたから嬉しい。生きててよかった。いや、生きてますよ、そりゃ。お祭りも今年行きたかったんですけど、行けなかった。そうですね、 AKB 卒業して、久しぶりの配信です。アカウントね、そのまま引き継いでるのでよかった。みんなね、探すのとか結構大変ですもんね、変えちゃうと。生存確認できたね。私もみんなのこと生存確認できました。辞めてから、まあ、約1ヶ月ぐらいですかね。そう、この1ヶ月はね、本当にいろんなとこ行きました。いい思い出をたくさん作りました。ネイルかわいい、かわいいでしょ。卒業公演とはまた別の新しくネイルを変えたの。そうだね、卒業旅行みたいな。そうでも実家に帰って、そう、地元の友達とかとも結構遊べたしって感じですね。昨日乗せてたケーキ可愛かったし、三つ編み可愛かったね。三つ編みとかあんましないんだけどね。ありがとう。そう、ケーキはなんか札幌にあるキャンバスケーキっていうなケーキ屋さんにお願いしたんですよ、フルオーダーケーキ。そうで、なんか私がフルオーダーをするの夢だったの、ケーキを。でそのフルオーダーケーキをどういうデザインにしたいかとか全部私決めさせてもらって、それを、そう、お母さんが、そう、ケーキ、なんか私が言ったことを、そうって感じで、はい、私が言ったことがそのまんまになってて、ほんとパティシエさんすごいなと思いました。めっちゃかわいい。札幌だったから、そう、実家から札幌に取りに行ったんだけど、昨日がその日だったの。昨日ケーキを取りに行ったから、今さっきてか今ケーキ食べてた。すごい食べかけだけど見て。すごい食べかけなんですけど、そう、車の中で揺れないようにケーキ守りながら実家まで帰ってきた。じゃーん、これ全部ね、バターケーキなんですよ。私バターケーキ好きなの。生クリームよりバターケーキの方が実は好きなんですけど、うん、だんだんなんか携帯が上になってきて、美味しい。なんかとにかくアイシングクッキーとマカロンも好きだから、それをねたくさん乗せてくださいって感じでお願いしたんですよ。これマカロンだけど美味しい。うん、ね、こんな贅沢なケーキ食べたことないんだけど。でもなんか毎年フルオーダーケーキやりたいなって思った。本当にすごい。ね、かわいいよね、青いマカロン。
何味？味はバニラかな。一般的な、うん、マカロンって感じですね。でも多分味とかもお願いすればその味にしてくれると思う。ね、ケーキ食べてました。公園とかないから体なまってない。うーん、わかんない。でも本当にこの1ヶ月は自分の好きなことをして自分の好きなものを食べてって感じだった。本当にそうですね。そう、これからでもどんどん準備とかするので、まああれなんですけど、今のうちと思って本当好きなことして好きなこと食べ好きなもの食べてって感じで生活してました。ハリーポッター楽しそうだったね。ね、いや、ハリーポッターのね、スタジオツアー行ってきたんですよ、この1ヶ月の間に。めちゃくちゃ面白かったです。びっくり。私ね、回るのに6時間ぐらいかかったかな。でもスムーズに見てた方ではあったんだけど、そう、レイヴンクロー製のローブ着て、そう、ホグワーツ製になってきましたね。インスタにもね、これでもかってぐらいにさ、あの写真載せてたけどみんながちゃんと、あ、いいねいいねとコメントをさ毎回してくれてて、すごい優しいなと思った。なんでそんなにかかるの？いや、とにかく写真スポットがいっぱいあって、映画のセットとかも再現されたり実際に使われてたものとかもあるんですよ、ドレスとか。だからね、ほんとね、時間かかるんですよ。広いしね。ね、下尾とかも言ってたね。アメメイカ。言ってた言ってた。ハッフルパフだった、下尾とかは。でも確かにハッフルパフっぽいなと思った。うん、ました。なんか栃島園にあるんだけど、その降りた駅の時からもうハリーポッターの感じだった。なんか電話ボックスとかもすごい魔法界にある、そう、ハリーポッターの世界観になっててすごかったです。あ、待って、タワー来てたかも、ちょっと待ってね。うん、お、メッサーさん、くまちゃんタワーありがとうございます。かわいい、お祭り、お祭りのタワーなんだね、めっちゃかわいい。インスタと、インスタのおかげでハリーポッター気になってる。あ、嬉しい。もう最近ね、ハリーポッター好きになってくれる、なんか好きになったって人もなんか意外と多くて、ハマとか、そう、最近ハリーポッター結構ハマってるっぽくて、そう、ハマだったら何寮にな、なん、うん、どこだろうね、寮入るとしたら。ハマはレイヴンクローかスリザリンのどっちかかなって思う。スリザリンの方が似合うかな、意外と。
カバーの確認してます。いや大丈夫だよね。うん、ねえ、だからハマとあのハリーポッターと、ね、映画見たい一緒に。ライオンハヤトさんタワー、え本当に私のとこまだなのかな。ライオンハヤトさんタワーありがとうございます。ごめんね気づかなかった。でも立ってるかな。ありがとうございます。合計3本。あれじゃああと誰か言ってない、誰言ってないんだろう。ちょっとあ、黒のペイントさん、お城タワーありがとうございます。ありがとうございます。黒のペイントさんでも合ってるかな、その3方かな。ね、そうハリーポッターは楽しかったです。そうハリーポッターも行ったし、あと京都行った、京都も行きました。京都はね、1日で行ったんだけどすごい、卒業公演、いや違うわ、卒業公演じゃなくて、あいつだっけな、5日の B コンサートが終わった次の日に確か行きましたね、日帰りで京都に。でも私の体力すごくないって思った。そうライブ終わって次の日に京都行った。そう行動力すごいでしょ。あ1位の人もタワーだね。あれ申し訳ない、ちょっと待ってよ。サンキューサンキューテンキューさんかな、タワーありがとうございます。テンキューさん、そう行ってきたの京都に。ずっと京都に行きたくて、そうやっと行きました。クラゲは京都水族館、あそうそう、私のツイッターの背景クラゲなんですけど、今あれ京都のクラゲ、京都水族館で合ってる名前。すごいね、なんか広かった、だから水槽の面積が大きかった。なんかエイもいた。なんかあの種類のクラゲが可愛いなと思った。いろんな種類のねクラゲがいたんだけど、特にあの種類が好きです。でも名前忘れた。ちょっと丸々してるクラゲ。クリオネはいなかったですね。そうでこのショールームの なんていうの写真、私のこのアカウントの写真も京都に行った時のあれは嵐山で撮ったやつなんだけど、まあ、あれを写真固定するかまだ決めてないんだけど、変えるかもなんだけど、そう一応今あれですね。でも変えるかも。そうでも嵐山も行きました。そう神社も行って3カ所ぐらいかな、だから1日で、そして帰ってきました。嵐山めっちゃ混んでなかった？え、混んでた混んでた、すごい混んでましたね。やっぱそう観光の方がたくさんいました。まあ私も観光の方だったんですけどでもまた行きたいなと思った。今日なんかお寺、そうなんか神社巡りが好きなのよ。
そう。だからまた行った時はちゃんと、まあ、あんまね予定を立てて行かなかったんですよ。そう、私ね予定はあんま立てないで旅行するの好きなんですよ結構。まあ、でも、まあ、次行く時はどこの神社行ってどこの神社行ってみたいな、そういうのを組み立ててから、まあ、行った方がいいかなと思いました。そう、うん、でも本当にまあ暑かったね、本当真夏日。北海道帰ってきてもまあ異常なくらい暑かったけど、でも今北海道結構涼しい。ねえでも今あれだよね。あすごい何これ、なんか花火かわいい。え今のもあタワーなんだ。サトシアットマーク喫水の給料泥棒さんありがとうございます。花火でっかい打ち上げ花火タワーありがとうございます。イエイねえまた東京まだ暑いから本当に東京に戻った時にまたあの暑さを経験するのかと思うと。あ、何？明日までの限定タワーなの？え、すごい。すごいの見れた。7万飛んだ話教えて。あ、でもあれはね、飛びませんでした。結局。私がツイートして、ポストしてたあれ大丈夫だった。そう本当はね韓国行く予定だったんですよ。そうでもなんか台風すごすぎてそう行けなくて結局ね。で払い戻しできた、本当に良かった。でも まあまた予定を立て直してね行きます。そう行ってくる。うん、そうそれ本当にね飛んでってたら私泣いてましたね。韓国もスケジュールなしで行くの、いやさすがに海外なんでちゃんと計画立てて行きますよ。ちゃんと旅のしおりを作って。修学旅行みたいやでしょ。ね、あったね、修学旅行行く時も旅のしおりとかありましたね。うん？韓国も日帰りの人多いらしいね。嘘。な日帰りで楽しめるのかな。でも、まあ、一個言うならあそこに行ってくる。サモエドカフェっていうねカフェがあるんですよ。犬カフェ、サモエドって犬の種類なんだけど、ワンちゃんがそのワンちゃんたちがいるカフェに行ってくる。行く。
そう、真っ白な犬かわいい。だから大型犬ってなんかかわいいよね。ほんとかわいいなって最近すごい思います。おとなしくてかわいい、うん、サモエドっておとなしいんだ。あんま性格知らないんだけど、ビジュアルしか知らない。うん、あやねちゃんもサモエド欲しいって言ってた。うん、そうなの。あやねちゃんもサモエド好きなんだ。ね、なんかほんとぬいぐるみみたいよね、かわいい。毛めっちゃ抜けるって聞いたことあるけど。あ、そうなの。でもさ、ワンちゃんってさ結構こんな抜けるみたいなぐらい毛抜けるよね。動画でしか見たことないけど、もうなんかつまんだらそのままグンって取れるみたいな、えみたいな、そんな抜けるのみたいな。ね、本当に毛でもう一匹できるレベルに抜けるよね。ねえ、ワンちゃんと一緒に暮らしてみたいです、私も。あとどこ行ったかな、この期間で。まあアフタヌーンティー行ったりとかそういうことしてましたね。あ、でも映画見に行ったわ、一昨日。あれ昨日、あ、おと、あれ昨日だっけ。昨日か一昨日なのかどっちだっけな、昨日か。あ、そう、アリスとテレスの幻工場っていう映画。なんか友達が、私のね、あの小学校からの友達がいるんですよ。そう、仲いい友達。そう、友達とそう映画見に行きました。そう、試写会なの。試写会をその友達が当ててて、そうで私を誘ってくれて、そう、試写会私行ったことなくてさ、すごいみたいな。そう、その子はね、よく試写会がよくね、あの当たった経験多いらしい。ほんとすごい。ね、そう、また試写会当たったら誘ってって言った。そう、でもその子も映画好きなんで、また一緒に映画行きたいなと思いました。でもね、すごい不思議な話だったよ。なんか名前はさ、もうアリスとテレスっていう、もう名前からしてなんか、あ、メルヘンチックなのかなって思ったんだけど、なんかね、ほんとびっくりする内容だった。でも、まあ、引き込まれたし面白かったです、すごく。哲学系、うん、哲
哲学、まあちょっとそうかも、うん、ジブリの新作は見ましたか？見てないです。禁じられた遊び知ってる、もちろん知ってます。でも見てない。それもなんか見てない映画も多いし、見たい映画もたくさんあるね。だからその友達と行ければいいんですけどはい、ホーンテッドマンションも見たい。私は禁じられた遊びのね試写会応募してみたんだけど外れました。外れちゃった。私が応募したの、お母さんと一緒に応募したの。あのそう、橋本環奈さん大好きだからそう応募したんだけど外れちゃった。ねえ、だからまあ自力で見に行きます。それはかなぴーね、かなぴー普通は当たらないよ。え、そうだよね。なんか友達がすごいよね。なんか毎回当たるらしい。そう、めちゃめちゃホラーの映画だねあれは。そう、あとマイエレメントも見たいです。最近 UFO は見ましたか？見てない。え、見てないんだけど、お兄ちゃんが見たって言ってましたこんなこと言ったらなんかまたね、えみたいになっちゃうけど、そう、お兄ちゃんが UFO を見たって言ってた。そう、しかも同じ場所で同じ時間帯って言ってたよ。去年も見たことあるって言ってて、だ去年と同じ場所って言ってた。同じ時間帯で、UFO か隕石かどっちかだと思うけど。ね、でも私は見たことない。本当に見たい。うん。うちの庭に毎晩いる。え、どんな家ね、見るの夢です。庭に狐ってまだ来るの？え、来ないけど、この家の周りはちょくちょくいたりする。一昨日ぐらいもね、狐いた。歩いてた。あと狐じゃないけど、なんか運転お母さんがしてる車に乗ってて、なんかね、そうご飯食べに行った帰り道になんかエゾリスがそういた。車の目の前に出てきて引きそうになったすごい危なかった。うん、可愛かったです。
ねえ、なんかだから可愛かったから、そなんていうの、ドライブレコーダーで見たんだけど映ってるか映ってないか。でもね、多分急ブレーキだったから飛んでた、ちょっとその部分がね、映ってたらさ可愛いからみんなにも見せようと思ったんだけど、そうね、意外と大きかったですね。そう、なんか映ってなかった。熊に出会ったことはないの？え、ない。動物園でしか見たことない。あれで旭山動物園にね、なんかスナスケっていうなんか保護された熊ちゃんいるんですよ。スナスケって多分最近名前ついたんだけど、そう、なんか砂川っていう土地があるんだけど、北海道に砂川だっけな、その土地でなんか迷子になってたなんか子グマなんだけど、それその子を見に行きたくて保護されたって聞いた時から、でこの1ヶ月の間で見に行ったんだけど、すごい可愛かった。そう、クマの名前スナスケって。まだねやっぱ小さかったです。そう、なんか6月ぐらいに保護されててみたいな。鳴き声、なんかでもクマだった、ちゃんと可愛くはなかったよ、鳴き声はちゃんと野生のあれだったね。でもそうだよね、あの小さいうちにね迷子になっちゃって親ともはぐれちゃってみたいな感じだと、なんか野生の中で生きていけるのかどうかっていうね、難しいよね。なんかね、そう、でも可愛かったです、すごく。遊んでた、なんか木の棒とかで。なんか動きが野生だった。普通なんかなんていうの、柵とかにさあんまり登ったりしないんだけど、見たことないんだけど私は。でもちゃんと野生のクマだからなのか檻に登ってた。そしてちょろちょろってしてたうん、そのちょろちょろって普通に動画に映ってたでもそれに触れてる人が一人いたかな。でも、うん、全然いなくて、あれこれ気づいてないのかなと思ったあ、気を使ったのね、逆にねあ、そうなんだ、ありがとうなるほど、あ、触れたらまずいと思って、そうなの気づいてた？だよね、気づくよね、あれはねでもなんか可愛いよね、なんか野生の子供ならではみたいな感じで、すごい可愛い、可愛かった。深刻な深刻な凪不足なうね、凪凪中の皆さんはどうやって今まで時間過ごしてましたでもみんな結構いろいろね楽しんでたんじゃないですかう
ね、みんなそれぞれの楽しみ方をしてる印象があったな。DD がひどくなってきたまあね、定まった推しが急にいなくなっちゃうと、まあ確かにそうなるかも。お、ネタロウさん、くまちゃんのタワーありがとうございます。ネタロウさんありがとうございます。七瀬ちゃんとあやねちゃんのイベント行ってた。おね、いろ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 だね、みんな。今日フルパー行ってきた。え、いいな、私も見に行きたい。卒業面が多いから路頭に迷うオタを襲う。あ、やっぱそういうものか。なぎちゃん待ちしてる。嬉しい、嬉しいけどね、ありがとう。ねえ、私はいつ活動しだすのかみんなは気になると思うんですけど、そうだね、いろいろ準備はしてるんですけど楽しみにしてていや、うん、大丈夫、楽しみにしててください。あと、うん、あともうちょっと待っててほしいかな。はい。そうだね、準備中です。はっきり言って準備中です。あ、ちひろアットマーク、なぎちゃん久しぶりに再会嬉しい、かわいいさん。ありがとうございます。ちひろちゃんありがとう嬉しい、かわいい、私も嬉しいうんうん、あ、そうそう、ショールームのプロフィールは一応今はタレントモデル枠になってますね。私のショールームは今その枠でやってますね。まあそう、ひとまずショールームに帰ってきた。まあそんな感じ。うん、ケーキも食べ終わりそうだ。今日何か発表あると思った？ごめん、発表とかはないんだ、まだ言えることがなくて。そう、まだ言えないことが多いので発表はないんだけど、まあ、9月になったしみんなの前で顔を出そうと思ってショールームした。そうね、近況報告。でも地元に、今地元に帰ってるけど、そうだね、地元に帰ってきてからはめちゃくちゃカフェ巡りとかしてる。うん、お母さんと、いつもお母さんとどっか行ってるうん、コーヒーミル375アットマーク、いつまでもなぎなぎ中。うん、コーヒーミルさんありがとうございます
なんかみんな名前もちょっと懐かしい。みんな友達と会うよりもなんかお母さんと出かけてることの方が多いな私は、そうね、やっぱ友達は今社会人だし、っていうあれですね。太らないように気をつけて。気をつける。でも今のこの休み期間はまあ気をつけてないんだけど、ほんと好きに食べてます。今日もお昼焼肉食べてたし。ママさんなんか作ってる。音する。多分それは亀の音かな。シラ、そうシラね、本当に特に夜だね。夜ずっと動いてるから音がねすごいんだよね。そうそうね、もう洗濯機かのような音ね本当にこんなこんなんなんで私の顔ぐらいある。なんかガラスに向かってずっと歩いてます。ずっと落としてる。だからなんか外で歩いてる気分でずっと多分ガラスに向かって歩いてるのかなとは思うんだけど、あすごい、また花火上がったライオンハヤト、一生なぎおしさん、くまちゃん花火ありがとうございます。花火綺麗。みんな花火見に行けました？まあまだ東京の方は花火大会とかある、あるっちゃあるか。3つくらい行けた？いいな。今年も行ってない。ねえ、隅田川の花火大会とか私も一生に一度は行ってみたいなって思うんだけど、行ったことない。なんかね、やっぱ人も多いしね。
30日に花火見に行く予定。めっちゃいいじゃん。30日にやってるとこあるんだ。タワマンの上から見てみたいね。いいね。タワーマンションの特権だね。なんか私の家も音だけ聞こえるみたいなことはよくあっても、やっぱ見えないな。103番人来たらしい。そりゃどこ、どこの花火大会、隅田川。そんなに来るの。うん、テレビで見る方が楽。いやでも見に行きたいな。私は見に行ってみたいです。サンキューサンキューテンキューさん、花火ありがとうございます。私があまりに花火のお話をするから。ちひろアットマークなぎちゃん、久しぶりに会えて嬉しい。かわいいさん、花火ありがとうございます。私のために花火大会を開いてくれてありがとう、みんな。ね、見に行くときは浴衣着ていきたいっていう私の夢です。うん、ねえ、なんか言うてもう48分だわ。ねえさ、あっという間。でもなんかいつもと変わんない感じのショールームだったな。そう、でもショールームで作りたいものとかもあるので、今日は作ってないけど、そう、そういうのもあるんで、また近々配信しようかなって感じです。ね、また今月からショールームもちょくちょくできたらいいかなって感じなので、まさか花火作ってたらすごいね。花火職人やね。だからまた配信するときも見に来てね。うん、あぎちゃんは個人ファンクラブは作らないの。作るってなったら皆さんぜひ入ってください。ぜひ私のファンクラブ作るってなったら入ってね。ねえ、でもいいよね、ファンクラブって。なんか好きなことができるから。入るね、あったら入ってね。この感じは期待大？おお、どうなんでしょう。なんかね、結構言えないことの方がめちゃめちゃ多いから、まあまあ言えることは本当にもうないに等しいんですけど、はい。いろいろ楽しみにしててください、皆さん。よし、じゃあそろそろ
ね、久しぶりの配信終わろうかな。よいしょ。じゃあとりあえずランキングを読もうかな。13位さんちゃんさん、ありがとうございます。12位トカチンさん、ありがとうございます。11位ユータアットマーク久しぶりおかえりさん、ただいま、ありがとうございます。そして10位黒のペイントさん、ありがとうございます。9位コーヒーミル375アットマークいつまでもなぎなぎ中さん、ありがとうございます。9位メッサーさん、ありがとうございます。7位サトシアットマーク喫水の給料泥棒さん、ありがとうございます。6位カンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。5位ハーミさん、ありがとうございます。4位ネタロウさん、ありがとうございます。3位ライオンハヤト一生なぎおひさん、ありがとうございます。2位ちひろアットマークなぎちゃん久しぶり再会嬉しいかわいいさん、ありがとうございます。そして1位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。イエイイエイねえ、ありがとう、久しぶりの配信見に来てくれて。また配信するので見に来てね。その時は工作してるなんか作る配信するから。確かにスクショタイム、じゃあスクショお願いします。あ、ちょうどこれがあるんで、じゃーん。字がね、近づけないと見えないかどうですか。アップ、十分アップ、アップじゃない？こんぐらいってこと？イエイ。オッケー。いいですか？もう。じゃあそろそろ終わりにしますね。じゃあ3396人の皆さん、ありがとうございましたね、本当に。じゃあまた配信楽しみにしててねバイバーイ、おやすみ、バイバーイ。